10日に TBS 系で放送された水曜日のダウンタウンでは、偽関西人をあぶり出す関西人狼を実施。ダチョウ倶楽部の寺門ジモンの関西弁にネットは衝撃が走った。この日の水ダウでは、8人の芸能人が集結。そのうち3人は関西人のふりをしている偽関西人で、この偽関西人を様々な質問を浴びせて見抜くという、関西人狼ゲームを行った。早速口火を切ったのがジモン、寺門ジモンでございます、と挨拶するも、大橋美穂アナが、なんかいきなりコテコテすぎませんか、と疑問し。ジモンは、言っとくけどわし、古い大阪やねん、などというものの、別室でモニター視聴していた陣内智則も、関西弁、ひどいなぁ、と驚いた。その後もジモンは、そやなぁ、間違いないですわ、怪しいねん、あかんで、など関西弁を駆使するも、スタジオのダウンタウン松本人志も、イライラすんなぁ、というほど、関西弁が上滑り。そして案の定、8人中、6人がジモンを偽関西人と考え、ジモンは、追放、された。だが実は、ジモンは喫水の関西人。別室で陣内に聞かれると、兵庫県出身、川西市、小学校は箕面小学校、と言うと陣内はあぜん、なんでそんなクソのような関西弁使うんですか、と絶句した。松本も、それにしてもひどいな、と真顔でびっくり。ジモンは小学5年まで大阪で、その後は父親の転勤で引っ越すも、その後も大阪に戻ったこともあったと説明し、ほんまは大阪長いねん、などとコメントするも、陣内は最後まで、下手くそやねんなぁ。と首をかしげていた。首をかしげていたのはネットも同様、むっちゃ下手くそやな、ジモンの関西弁が下手すぎてすごい、寺門ジモンは完全にエセ関西弁やったのに、嘘くさすぎる関西弁がやみつきに、関西人なんかーい、などの声が、またこの番組で関西弁の方言指導をしたというボイスコンサルタントの鈴置和音さんもツイッターで、ジモンさんの関西弁めちゃくちゃ面白かったですね。あれはあれで大事にしてほしいです。わら、と投稿していた。